洗濯機が やってきた。これは俺の家の話だ。さあ、ということでようやくですね、我が家にも洗濯機がやってまいりました。今回購入したのはアクアの製品でございます。まあいろんなランクの洗濯機があるんですけれども、まあ一番ベーシックなスタイルの洗濯機、容量は8キロです。まあ、7キロよりかは8キロの方が5000円ぐらいですかね、下がったんですけど、まあ、5000円だったら大きい方でいいかなということで購入しました。で、今回のこのアクアの洗濯機の一つの特徴となっているのが、まあ、ピンボケしておりますけれども、アリエール&ボールドと共同開発ということで、ジェルボールコースというものがございます。私これ初めて知ったんですけど、洗剤、こういう今洗剤になってるんですね。ジェルボールコースということで、サンプルも一応ついてきております。はい、まあ、ボタンはですね、まあ、非常にシンプルなスタイルのボタンになっておりますが、私ほぼジェルボールコースでしかもう洗濯をしないというふうに決めましたのでもうボタンをいじることがほとんどないですね。水量も自動、あとはジェルボールを入れて洗うだけという流れでございます。そしてこの洗濯機を買った、もう一つの私のおすすめポイントはこちら、クリアガラストップということで、洗濯している状態がね、上から見えるということでですね、好奇心旺盛な私、洗濯の様子も生で見たいなということでガラストップのこちらを買いました。で、こちらがジェルボールということ形でございます。今洗剤がね、もう一つ、これで一つの洗剤になっているということですね。まあ、非常に柔らかいビニールの中に包まれているような形なので、思いっきり握りつぶすとですね、中が破裂しそうな感じの、洗剤といいますかね、ものになっております。洗濯はこれ一つで済むということで、使い方としてはジェルボールをそのまま洗濯槽の中に入れて、そして洗濯物を入れていくというだけで洗濯が完了するというものでございます。はい、まあ、以前はですね、私洗濯機持っておりませんで、常にコインランドリーでやっていたわけなんですけれども、まあある程度ね、腰を据えてここに住もうかなという決意のもと洗濯機を購入しました。あとは電源を入れてジェルボールコースをボタンで洗濯すると、まあいろんなモードがあるんですけどね、とりあえずもうジェルボールコースで全部やろうかなという感じでございますね。はい、ジェルボールコースを洗濯したら、あとはもうスタートボタンを押せば洗濯開始ということになるんですが、この洗濯機ですね、こうぐるぐるって今回ってますけど、一つポイントがありまして、スタートボタンを押してからですね、少しね、考え込む場面があります。まあ、そちらの方は時計で表示してみたいなというふうに思うんですけれども、一瞬ね、間が結構空くんで、最初ね、あれ?と思って、これ壊れたんですかねみたいなというですね、まあなんて勘違いと言いますか。でも正直もうボタンを押してから、もうこのすでに現在25秒とか30秒ぐらいもう何にも反応がないんですよ。なのでこれ本当大丈夫なのかというふうにね、思いながらね、しばらくこう待つことになるんですよね。もう今はもう慣れてしまいましたけど、いやこれ本当大丈夫なんかなっていうのはね、2回洗濯するぐらいまでは、これ本当これでいいのかなみたいな感じで、はい、感じておりました。はい、すでに時計の方はね、どんどん進んでおりますが、もうしばらくすると動き始める。はい、ということで約1分ほどね、間が空いてから動き始めると。まあ、この間にその水量どれぐらいにするのかとかいろいろ考えてくれてるのかもしれないんですけれどもこんなに間が空くとですね、本当最初はね、これ大丈夫なんかなっていうのがね、先立ちましたね。で、まあこう水をね、こう入れながら回していっ
して洗濯が開始されるという流れでございます。まあ、これから皆さんをね、このぐるぐるの世界に少しの間お連れしたいと思いますので、酔いそうな方はね、少し先に送りしていただければというふうに思います。はい、こんな感じですね。はい、洗濯してくれてるというところでございます。ちなみにこれガラストップの上に GoPro を置いて、撮影しているという感じです。ね、こんな風にね、洗濯機の中で洗濯してくれてるんだなというのがね、これで初めてわかるというようなね感じでございます。はい、そして、まあ、すすぎも乾燥じゃないですね、脱水ですね。まあ、こちらの方もこんな感じでぐる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 って回りながらですね、進んでいるというものでございます。まあ1回目はね、もの珍しかったので、まあしばらく見てましたけど、はい、まあさすがにもう今は見てませんけどね。はい、ということでですね、洗濯が完了になりました。まあ一応私の洗濯スタイルとしては、まあ洗濯だけは洗濯機でやって、で乾燥はですね、量が多い時は基本的にはやっぱりコインランドリー行って乾燥だけはするという感じですね。で乾燥している間とかにスーパーでね、なんか買い出しをしたりとかして、コインランドリーに戻って洗濯物を畳むという感じでございます。まあ外に干さない理由としてはですね、私多分洗濯物を取り込んだ後ですね、畳まないっていう自信があります取り込んでそのまま放っておくっていう自信があるので、それは良くないなということで、コインランドリーに行くことによって強制的に畳んで持ち帰るという流れを作ろうかなというのがありますんでね。はい、そういった形でございます。まあ、ちなみにこの洗濯機なんですけれども、レビューなどをね、オンラインのショッピングサイトとかのレビューを見ると、なんか脱水がね甘いみたいなことを書いてらっしゃるレビューがね結構見受けられたんですが、まあ僕個人としては特にそれ脱水が甘いというふうに、まあ、正直感じたことはないかなというところですね。はい、まあ、特に問題なく脱水もできてるというところだと僕は思っているので、はい、このまま、まあ、外に干すなり室内干しにするなり、コインランドリーに行くなり、ラジバンダリしてですね、皆さんも洗濯をねするという感じになるのかなというところですね。まあようやく洗濯機も来まして、やっぱり今まで洗濯機なしで生活してたんですけれども、やっぱり洗濯機があると小物類ですね、そういったものも非常に簡単に洗えるので、やっぱ洗濯機買ってよかったなというふうには思ってますね。はい、まあコインランドリー自体は24時間のところが多いので、まあ、正直いつ洗濯しても乾燥までは持ち込めますから、まあ、いざという時はですね、はい、洗濯機で洗ってそのままコインランドリーに行くという流れは変わらずというところですかね。はい、まあ皆さんもですね、良き洗濯ライフを楽しんでいただけたらなと。洗濯楽しいのかっていうことなんですけどね、はい、お好きな方もいらっしゃるかとは思いますが、私は正直結構苦手でございます。はい、苦手というか、はい、畳むのがめんどくさいというのがね、畳んで直すのがめんどくさいというのはちょっとありますけどね。はい、まあ、皆さんもぜひぜひ、まあ今洗濯機ね、いろんな種類のもの出てますから、はい、ご自身に合った洗濯機選んでいただければと思います。私はもうジェルボールコース、ひたすらジェルボールコースで洗濯をしていくのみでございます。まあ、ちなみにですね、このジェルボールなんですけれども、何種類か見かけましたね。はい、それこそボールドでしたっけ、なんか匂いがすごくつくようなものもあれば、除菌力が高いものもあったり、部屋干し専用のものがあったりということで、まあ、ジェルボールも何種類かありましたので、まあ、これもたくさんね試してみて、いこうかなとは思うんですけど、まあなんだかんだやっぱ香りのつかない方が無難なんじゃないかなというふうには思っておりますので、まあベーシックなものでいく可能性はありますけどね。はい、まあいろんな種類出てましたから、まあ、ジェルボール気になる皆さんは、はい、ジェルボールとかで検索すると
いろんなパターンの洗剤見れるんじゃないかなというふうに思っております。とにかくタンクにですね洗剤とか入れないので、タンクを掃除する必要がないということで、このジェルボールコースの洗濯は、僕にとっては非常に簡単、メンテナンスも簡単でおすすめかなというふうには思っております。はいね、ということでこれからもたくさんいろんなものを洗っていきたいと思います。チャンネル登録高評価お待ちしてます。それでは。YouTube 活動の励みになりますので、皆様からのチャンネル登録、高評価をお待ちしております。Twitter もありますので、動画の概要欄をチェックしてみてください。